3, 2, 1,
なんですけど、はい、何歳なんですか？なんと13歳になります。あらー、13歳。嫌だ。なんて欲しくない。なんて欲しくない。なんて欲しくない人。あ、なんて欲しくない人。あ、ロリコンだから。あ、調べたんだよ。あのロリータコンプレックスというのはロリコンで、あのね、あの15歳までがロリコンなんだって。だからまだ13歳なので全然平気なんですよ。ちょっと調べたんだね。はい、じゃあ、ルナちゃんにちょっと質問していいですか、ここで。はい、いいですか。あの、この活動は何歳から始めましたか？ルナは6歳の年長さんの頃からやってます。ちっちゃいでしょ。ちっちゃいね。じゃあ、今までの、あの、今6歳だから13歳になるから、6年半くらいになるのか。はい、で、あともうちょっとで7年になる。ルナちゃんは、あの、今まででやったステージとか、なんかいろんな中で、何が一番思い出ですか？え、なんかそう言われるとわかんない。わかんない。全部が思い出。あー、え、じゃあ、その中でなんかある？なんか、いくつか。まず一つ目は、あの、ルナが、あの、2年生ぐらい、3年生ぐらいの時に、あの、もやもやサマーズっていう、あの、テレビ番組に出演したんですよ。もやさまっていう。見た人いますか？見た人。あ、何人か見てくれて。あのね、ルナ結構あの取り上げられてるので、あの、もう見れない、YouTube とか載ってるかもしれないので、もやもやサマーズ渡良瀬橋43って調べれば多分出てくると思う。そう、よかったら検索してみてください。すごいちっちゃい、かわいいルナさんが映してるんですよ。すげえ人がやってるんですよ。で、まだ家に撮っといてあるんですけど、また見れる。また見れる。それが思い出です。で、あともう一個は、あの、初めて AIF っていう東京、うん、大丈夫大丈夫。ゆっくりで大丈夫だよ。東京に行った時に、うん、あのプラムっていうステージで、うんうんうん、ミカポンとリナちゃんと2人で3人で一緒にやったんですよ。で、そのステージがすごい心に残ってて、あの一番前にピストルさんがいたんですよ。それが覚えてます。ピストルさんが前にいた。それが思い出です。おー、あとなんかある。そのでも結論から言うと、結論から、あの、思い出はみんなと一緒に過ごした時間です。おー、素晴らしいよ。はい、じゃあルナちゃんね、これからも13歳になっても頑張ってください。はい、ありがとうございます。会長としてもね、まあ、会長ですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんね、今日は本当に来てくれてありがとうございます。なんか今日噛んじゃうね。なんか今日噛んじゃう。興奮してる、興奮してる。落ち着こう、ゆっくり落ち着こう。はい、今日はね、あの、空もあるので皆さん一緒にロッキーをしてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それじゃあ早速続いての曲いきたいと思います。それではお届けします。ジリリ来てる。
思うんですけど、はい、次の曲は、ね、ルナが3年生の頃に初めてオリジナル曲を出したんですけど、その、真夏だよっていう曲です。イエーイ。なんかさっきめっちゃ雨降ってたけど、今なんか晴れてるんだよね。ルナね、晴れ女、晴れ女、ルナちゃんが晴れ女、すごい。今日にすごいぴったりなので皆さん聴いてください。それではお届けします、真夏のレモン。先にじゃあ手紙から読みたいと思います。はい。あ、
じゃあね、プレゼントとかいろいろ終わったところで、はい、
今日はルナがみんなのお礼の気持ちを込めてソロを披露したいと思います。私マスクして下で見てます。マスクしてちゃんと見てます。はい、でね、今日は2曲披露するんですけど、まず1曲目は初めてやる曲です。でね、すごい毎回やりたくて、ちょっとね、できる機会がなかったので。 掛け声とかができないのが残念だけど、心の中で一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。それではお届けします。付き合っているのに片思い。
のツイッターにも書いたんですけど、物販で先着順でこの名付けて長生きできるにぎにぎスクイーズをあげたいと思います。あのこれなんで長生きできるのみたいなね、あの思う方もいると思うんですけど、あのママが言ってたんですけど、なんか握ったりこう力を入れることでなんか老化長生きできるらしいんですよ。なので今日はちょっと、え待って、何これ、なんかパソコン今気づいたんだけど、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。待ってごめんね、あの今気づいた、ほんとごめんね、もうちょっと前に気づいてほしかったと思ったんですけど、ごめんなさい。はい、であのこれをまず練習したいと思います。まずは右で5回、1,2,3,4,5 ってやったら、今度左でこうやって1,2,3,4,5 ってやったら、ここのあのここでこうやって1,2,3,4,5 ってやって、左も同じようにやったら、ここのところに膝に挟んでこうやって落とさないように1,2,3,4,5ってやって、あのいい匂いの人はこのここでこうやって1,2,3,4,5ってやって、右もこうやって一緒にやってください。あのあんまり潰しちゃうとかわいそうだし、あのいい匂いにしてください。あの甘い香りなので、あのね変な匂いになっちゃうとあれだから、そこは考えてやってください。でまあこれね、知ってるのは今持ってるの白なんですけど、他にもいろんな色売ってるので、あの先着順であの早く来ないと長生きできないと思って早く来てください。よろしくお願いします。はい、じゃあここで皆さんにお礼の言葉を言いたいと思います。はい、皆さん今日はルナの生誕祭に来てくれて本当にありがとうございます。はい、こうしてここまでアイドルをやってくれたのは本当に皆さんのおかげだと思います。今ねコロナの時期だし、今日はねすごい朝早くから本当に来てくれて嬉しかったです。しかもねルナの大好きな渋谷アイドル劇場さんで初めて生誕祭をやらせてもらって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。あの年取っちゃって本当にごめんなさい。でもあのまだロリコンなので13歳も頑張るので応援よろしくお願いします。はい、じゃあ俺の言葉も言ったところで次の曲で最後になっちゃうんだけど、A も言えないんだよね、ごめんね。でも最後はあのジャンプする曲だから、ぜひ心の中でジャンプして長生きしてください。あの思うことで長生きできるって言ってたからよろしくお願いします。大丈夫？ごめんなさい、ちょっと待ってね。あれ？くっついちゃった？大丈夫？はい、じゃあみんな心の中で一緒にジャンプしてください。それではお届けします、恋しょう。
時間がオーバーしてる、超オーバーしてるらしいのでね。あ、ごめんなさい、オーバーしてるからね。はい、じゃあ締めたいと思います。はい、それでは以上、美人の国からやってきたさくらモールプロジェクトのロックにキュンキュンロッキンロールでした。ありがとうございました。せーの、ごきげんよう。ありがとうございました。私たちこの後の物販だけが最後の、今日の最後の物販なので、皆さん間違えないようにしてください。お願いします。お願いします。物販待ってます。ありがとうございました。ありがとう。長生きするために早く来てください。押しちゃってごめんなさい。バイバイ。